What is up, ladies and gentlemen? Y'all already know what it is. It's Blue Lock Saturday, and we're here with episode 12. We're already going into the second selection, as in Blue Lock is gonna get more better. The next arc is coming. They're gonna take a break. They're gonna come back in January, but they give us one episode a day. I thought it wasn't gonna come, but game, you already know, representing, you already know, Blue Lock. I know y'all don't want to hear me talk, so let's shut the front door and get to the real action. のシチュエーショントレーニング、状況を瞬時に判断して時間とともに狭くなる行動エリアと立ちはだかるゴールキーパーをかいくぐりゴールを奪う。このスも完璧。ガレン、うっそ、今の止める。高校生レベルじゃねえ。このブルーロックマンをぶち抜いて90分以内に100ゴール決めればクリア。ゴール前のエゴが試される。俺一人の戦い。ただシュートを打つだけじゃゴールは奪えない。来た、ボールは左か。今度のゴールは右側か。ボールが来た。スピードを感じて、そしてキーパーとの距離をキャッチして。 I would have blocked it。 いける。ゴール前の一瞬の駆け引きを再現してるから、自分の武器の精度とこの得点能力を上げなきゃクリアできない。プログラムが増えた。うわっ、6つ。難易度が跳ね上がった。壁4面からランダムに発射されるボールと高画質パネルに囲まれたトレーニングルームは、ドイツのトップクラブの瞬発力強化設備を改良し、ボールにマイクロセンサーチップを埋め込み、ホログラムとの接触による物理的反発を実現した。もう予算がありません。シャラップ、アンリちゃん。ここまで誰かのゴールで生き残ってきた者にとってはふるいにかけられる90分となるだろう。武器の使い方をテストしろ、そして上達を実感しろ。この部屋を出るときお前らは次の次元のストライカーになる。なんか上達する子は如実に上手くなってますね。本番はここからだ。オーマイガー、His leg? I would've got that. 実戦さながらのハイレベルなボール供給にランダムに動くダミー、審議体を兼ね備えなければここを突破することはできない。偽物はここで己の非力を痛感する。あいつらがいたから俺は、俺のゴールが決められてたんだ。俺は一人で戦ってたわけじゃなかった。でもそれじゃダメだ。一人で戦える強さが欲しい。一瞬で状況を把握しろ。ボールの軌道と回転を捉えて振り抜いて左目隅へ。あ、最後の一瞬、全意識をインパクトポイントへ。 Damn! I would have blocked it though。 ダイレクトシュート一つにもからくりと公式が存在するんだ。新しい自分がどんどん見つかってく。 My God! こいつは今自分の進化に震えているはずだ。Yeah, team of three, bro. This gets so good, y'all have no idea. Nagi to Leo もいる。もちろん。イエーイ、すぐ会えた。お疲れ。クリアおめでとう。セカンドステージってチーム組むだけなのかな。あと一人誰にする。え、仲間に欲しいやつでパッと思いつくのは国神かちぎりかな。でも三人だからどっちか一人としか組めないよ。どっちがいい？先にクリアしてきた方と組むってのはどう？それが新しいチームってことで。ねえ、潔陽一、俺らと組まない？ Damn！ 俺らのチームに来て。 Y'all don't even know, dude! Y'all don't even know! 組みたいやつってこいつのことだったのかよ。だってあの試合で一番すごかったのはこいつだ。俺はこいつとサッカーがしてみたい。俺はバチラと組む。
すまん、ナギ。一人でそっちには行けない。そっか。ナギ、ナギ。ナギ。俺が潔の。オーマイガー第一仲間がデアン何言ってんだよ、ナギ。どういうつもりだよ。俺はどうなる。レオ、お前は俺にサッカーを。おー、イズラップス。ナギ、ナギ、ナギ、トクシック。気にしろよ。どうする潔。来いよ。It's raps! It's raps! じゃあね、レオ。先で待ってる。よろしく、ナギッチ。うん、よろしく。そのエゴに従うのが正しいんじゃないの。ブルーロックって、そういうとこでしょ。そうだ。ここは、エゴイストだけが生き残る場所。あいつらが本物のエゴイストなら、この先でまた会える。だから今は。You don't even know, bro. ナギ、よろしくな。うん、よろしく。この三人なら、負ける気がし。Damn! 絶対勝つ。お、ここからは二次セレクションサードステージ、3対3のチームバトルだ。俺のこと置いていきやがって、ムカつくな。うん、俺も同じこと思った。組もうぜ。やっサードステージは、スリーマンセルのチーム同士によるミニゲーム形式のシチュエーションバトル。5点先取したチームの勝利とする。そして、勝利したチームは、相手チームから1人を指名し、やっ選手を奪って、新しく4人のチームを作ってもらう。そして、ステージを上がっていくごとに仲間を増やし、5人組を作ってフィフスステージにたどり着いたチームが、二次セレクションクリアとなる。残されたメンバーでステージを逆戻りだ。そして2対2の勝負に敗れ、そこでも選ばれず1人となった奴は脱落となる。これがライバルを奪い合う二次セレクションの全貌、ライバルビーバトルだ。なお、どのチームと戦うかは自由だ。両チームが合意した場合のみマッチメイクとする。だったら無理にあいつらと戦わなくてもいいってことか。勝ったら1人奪えるなら、仲間にしたい奴がいるチームと戦うのもありじゃない。その指標として新ブルーロックランキングを発表する。もちろん今回はフェイクでも何でもなく、ファーストステージをクリアした順のランキングとする。これはその1をぶつけ合い、混ざり合い、高め合うサバイバル。勝つために手段は通る。ここからは仲間を、ライバルを奪い合う戦い。いや、こりゃまたエッグイルールだね。やりたくないな。もし負けたら、俺なんか絶対選んでもらえないし。やるなら4号6位のやつだろ。それが一番おしゃだ。さっさと勝って俺は次へ行く。でやん、お前らだって数合わせだ。お前顔面おしゃなのは認めるが、俺を差し置いて何様のつもりだ。俺とお前らはクリアするのが早くて、たまたま居合わせただけの3人だ。俺にとっちゃ踏み台なんだよ。ダイアン！お前らも、このブルーロックも。ダイアン！そのシステムを利用するためだけに、俺はここにいる。すべては日本代表になって、兄貴を超えるため、愛しさえを潰すことだ。俺のサッカーを。We didn't have to know all that, but I... あの天才ミッドフィルダー、愛しさえろ。弟、バチラ、ナギ、ごめん。Oh, you're gonna lose. 高いのは分かってる。でも、Stop. No. 誰でもいいんだよな。俺のエゴ。Run the threes! Run the threes! We like that, Isaki! そして何より、誰でも。It's raps! Cause y'all gonna get clapped, Isaki! It's raps! Cause you're gonna get clapped! Wow, he's gotta do me like that. Guys, bro, this season's gonna get fire. I've been telling y'all, y'all been watching. It's gonna be fire. Blue Lock is that anime. I'm telling y'all. Pick up, I'm gonna pick up the manga. I need to read it and I need to catch up. Oh, I'm telling y'all. This is gonna get fire, dude. This is gonna get fire. I just don't want to say anything because I don't want to spoil it, bro. But this gets a lot better. Like, you guys have no idea how good it
it. But that is it, ladies and gentlemen. It's about the feelings of the mountain. I'll see you guys in the next one. Up next, subscribe to this channel, man. Subscribe.